なぜだ。俺のものだ。俺の真に強い心の持ち主がキーブレードを手に入れるのだ。心？俺の心があいつより弱いっていうのか。あの瞬間では。だが人は強くなれる。闇を恐れることなく扉の奥へ進んだお前には勇気がある。さらに深い闇へ突き進むほどお前の心は強くなる。どうすればいいんだ。闇に心を開くのだ。それだけでいい。お前の心そのものが全てを飲み込む闇になるのだ。Fuck! Fuck! 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 Fu
Hey!
これでもか。あれがプリンセスたちの力の結晶か。そうさ、闇へと通じる鍵穴さ。あれを開けば全世界にハートレスが溢れるぞ。構うものか。私は闇に飲まれたりしないよ。闇の力を利用して世界を支配してやる。大した自信だ。おお、なんということだ。プリンセスは揃ったというのに。あの娘のせいか。心を失っていてはプリンセスの力も消えたままだな。王の手先が来たようだね。私が始末してやるよ。お前はここでプリンセスを見張っておいで。来るのが少し遅かったようだね。最後の鍵穴が姿を現し、世界はもうすぐ闇に覆われる。もう誰にも止めてやる。鍵穴もこの世界もお前の思い通りにはさせない。この哀れな愚か者、勝てると思うのか。私に、悪の女王の私に。星よ、星星よ。
助けてほしいか？リク。そう、キーブレードだ。お前のキーブレードとは異なり、これは人の心の扉を開く。心を解放された人間はこうなる。心の扉を開け放ち、闇に心を明け渡せ。お前は闇そのものになるのだ。おお、これだよ、この力さ。闇、真の暗闇。役立たずめ。所詮ハートレスの操り人形か。だけど
マレフィセントは最初からハートレスに利用されていたのだ。そのため心の闇が膨れ上がり、身を滅ぼした。愚か者がたどる末路だな。目を開けてくれ。無駄だ。その娘は心をなくして眠り続けている。お前、リクじゃない。最後のプリンセスが眠っているせいで鍵穴は未完成のままだ。プリンセス？カイリがそうだっていうのか？その娘の力なくして鍵穴は完成せん。目覚めてもらうぞ。勝手にリコを操って何言ってるんだ。リクの心を返せ。ならばお前もプリンセスに心を返すがいい。シャラ。一体まだわからんのか。反応しているのだよ、プリンセスの心が。お前の中に眠るカイリの心が。カイリが俺の中に。我が目は全て見通している。お前誰なんだ。我が名はアンセム、闇の探求者。さあ、引きずり出してやるぞ、プリンセス。その力で鍵穴を完成させ、私を不滅の闇に導け。お前なんかにカイリの心を渡すもんか。
カイリの力があればカイリを解き放てばどうしたらいい、どうすれば人の心の扉を開くキーブレード、ソラ、
ない、絶対消さない。ようやく目覚めたか、最後のプリンセスよ。だが鍵穴が完成した以上もう用はない。消えてもらうぞ。協力しなきゃ。僕たちだけで大丈夫かな。わかるよ。バカな、俺の体好きにさせるか。リク、早く逃げろ、ハートレスが来るぞ。今度は私が助けなきゃ。ありがとう。ソラ。ソラ。早く行け。一緒に行こう。私がこの地を離れるときはベルも一緒だ。さあ、もたもたするな。ハートレスが来るぞ。わかった。みんな、行こう。
何があったか話してくれ。鍵穴が闇を吐き出しているのか。そのせいで、あちこちの世界でハートレス増えてるの。食い止める方法は、鍵穴を閉じればいいんだよな。だが、閉じた時に何が起こるか、誰にもわからない。だからってほっとけるかよ。あそこには、友達がいるんだ。そうだったな。彼も助けなくてはな。彼のキーブレードは、鍵穴と同じく、プリンセスの心から生まれたものだろう。カイリの心が欠けていた以上、不完全だったようだが、キーブレードが砕けたと同時に、プリンセスの心は解放されたはず。大丈夫だ、ソラ。お前ならきっと友達を救える。